い、どうも皆さんこんにちは、ザニーです。新年明けましておめでとうございます。というわけで本日はですね、ちょっと姉の家にいるんでね、環境は違うんですけど、またまた甥っ子のはるくんと動画を撮りたいと思います。で、本日はね、やっぱお正月ということでお年玉をねあげたいなと思いまして、今回渡していくわけなんですけど、まあ、そこでちょっとしたね検証をしたいと思います。僕の甥っ子3歳なんですけど、3歳って1円と100円どっちが価値あるって言われて、わかんないと思うんですよ。もう年を取った僕たちだったら、必ず1円か100円だったら100円を取ると思うんですけど、今回はですね、こちらに1円玉を200枚用意しました。それと千円札を1枚用意しました。いや、これもう年老いた俺たちから見たら即こっちを選ぶんですけど、やっぱ3歳児からすると多分こっちの方がね普通に価値あるんじゃねえかって思っちゃうと思うんで、今回は3歳の1個にお年玉で1円玉150枚と千円札をあげて、どっちを選ぶのかという検証をしたいと思います。そもそも1円玉が入るのかっていう、あ、ダメだ、入んねえや。じゃあちょっとこの溢れ出そうな状態と、こちらに1000円を入れて、こっちが1円玉約200枚と、こっちが1000円。果たしてはるくんはどっちを選ぶのか、検証していきたいと思います。これで即決でこっち選ばれてもちょっと困るな。おいでおいで、おいでおいで、おいでおいで、せーの。こにゃにゃちは。こんにちは。こんちゃー。こんちゃー。お名前は？はるくん。というわけで、はるくんね、今日来てもらったわけだけど、どうだったこの前のサンタさん。どうだったこの前のサンタさん。うん。サンタさん楽しかった。楽しかった？なんでその敬語なの？ちょっと緊張してる？ちょっとお金、ちょっと一個結構これをついてるんです。あらららららら。はるくんさ、お年玉って知ってる？これは。え？お年玉って知ってる？お年玉って知ってる？Be quiet。 はるくん、え、お年玉欲しい？うん。お年玉って何かわかる？お年玉はこれって2個あるじゃん。こっちのお年玉か、こっちのお年玉。はるくんだったらどっちがいい？これ。こっち？なんでこっち選んだの？これでいいだろ。いっぱいいっぱい入ってるから。うん。でもこれでうまい棒が15本買います。これでうまい棒が100本買います。うまいの？あ、うまいもん知らない？で、アンパンマンのラーメンがこっちだったら1個しか買えない。こっちだったら10個買えちゃう。それでもあなたはそっちを選ぶ？これ。こっちを選ぶの？でも軽いよ。これしてます。こっちにする？じゃあこれはバイバイでいいの？これ。ん？どっちもちいい。こっち。あ、そっちなの結局。というわけで、ね、はるくんは200円くらいの方を選びました。自慢してほら、やったぜ、やったぜ、イエイ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 。2018年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。高評価も忘れずにね。高評価忘れずにね。コメントも書いてね。コメントも書いてね。それでは皆さん、せーの、ツーバーイ。